捨てコタ担当の山と、滝昭和29年の地コ古丹島、コシカツマ島、捨てコタン島、来光景島、松和島捨てコタン島は、シ島列島の中部に位置する火山島である。ロシア名は、シアシュコタン島。英語表記は、シーシュコタン。玄禄奥に絵図では、シーシュコタンと表記。地名の由来は、アイヌ語であり、山田秀蔵は、語義不明としながらも、 シャクコタンやシャシコタンとの仮説を唱えている。北東から南西に向けて、長さ約2 5トル最大幅9キロメートル最小幅9 0 0ルの氷炭のような形を形成している。ステゴコタン海峡を挟んだ北東方約3 0トルに、ハルムコタン島が南西方約8 0トルには、マニ・ムチ列岩を挟んで、 来光系島がそれぞれ隣接し、また、腰勝つ海峡を挟む北西方約8キロメートルには腰勝つ島がある。島の中央部の安部にあたる西側には乙女湾と呼ばれる砂浜からなる湾があり、それ以外はむね断崖となっている。主な火山を北から並べると以下の通り、いずれも時折噴気、噴煙の見られる火山である。なお、 英語表記では前者を二つ合わせて、シナカ、後者を二つ合わせて、クンタマンターとされている。噴火の歴史では、前者は1725年から25年前後、1846年、1855年、1872年に噴火しており、後者は不明である。古来より、本島の高さ200メートルほどの崖の上には、千島アイヌが居住していた。 現在はその痕跡が残っている。また、ラッコが多く生息し、バラムシル島や、占い森島に住んでいたアイヌが来島して、これを捉えていたという。日本の行政区分において、捨て心担当は、北海道根室市長管内の占い守る軍に属していた。サンフランシスコ平和条約以後、日本政府は、国際法的には、貴族未定地と主張しているが、現在は、 ロシア連邦が実行支配している。ありがとうございます。